シトルとやっぱ魚美味しいですね。基本的に旅行とか行って食べるの絶対魚美味しい。肉食べるのって福岡ぐらい。福岡ってあんまり美味しい魚がないし、魚屋じゃないや、居酒屋、魚の美味しい居酒屋。あれじゃないですか、すいません、あるけど知らないとか、店が多すぎるからですね。ちょっとしかないよ、うん、だっけ俺が行きよったあのまさき、ああ、あそこの、あのドンキのもう移転したけどね。あれそうなんですか。4月いっぱいやったんですよ、あの小屋町に移転した。あ、じゃあちょっと近づいたというか、町の方にいたんですね。あそこぐらいしかないもんね。何軒か新しくできた店とか魚の系の居酒屋に行ったけど、まずかったもん。へえ、そうなんですか。やっぱ佐世保を超えるとこがないっけね、なんか。いや、それは地域の問題もあるでしょ。北九州で佐世保を超えろってなかなかね。いや、でも佐世保でも食べ2位の店に行ったらクソまずかったっていうのがあったけどさ。食べ物は信用しちゃダメですよ。だってある程度の目安しかならない。あの、本当有料食べ物のサイトにお金を払ってたらある程度ランクが高いのか意味ないです。 Google の口コミの方が本当にお客さんっていうか行った人のあれでしょうけどね、口コミでしょうけど。でも俺がその行く美味しい店が3位になった。だからそこは本当のやつやろ。多分うう小さい店やしさ、そんなんに課金するような店じゃない、ね、多分そこそういう違いじゃないですか。これは危ない。でもその食べ物2位の店ってめちゃくちゃ多いかったっけ、人が踊らされてきとるかなとか思ったりとか。いや、そういうことじゃないですかね、やっぱり。焚き火とか組み方とかなんかありますか。僕は近接燃やすタイプですけど、空間を、ね、作るんよ、大きく。前アーボンも言ったけどさ、あの風が通りやすいように、空気が通りやすいように火を入れる。あ、そうですね。あ、これでつくやそうなんですね、意外。あ、どうぞ。ライトは持ってかなくていいですか。ライト持ってた方がいい。普通で海に落ちますで何も見えない目が痛いやろ。いや、でも火が起きましたね。ちょっとやっぱり普通の専用の薪の方が全然違いますね。つきやすいやろね。よし、シャビールが終わったら半通杯して炭がもうちょっと落ち着いたら、ビールとチューハイとワインを買ってきた。そうです。そう思ったら肉ですね。結構魚とサザエで満足したような感じがある。はい、米まで行けないかもしれません。米は朝かもしれません。朝ちょっと肉と米。まだありますか、お酒は。まだあと3本。ああ、十分量は足りそうです。そんなに飲みそうにない。ひざボンさんが寒い。ひざボンさんって言います。ひざ小僧ですか。それは言わんねえ。うち両親が関西なんですよ。なのでひざボンさんで育てるんですよね。周りあんまり言わなくて。北九州弁もなかなかこう感じ悪いです。北九州弁ってでもはっきりせんよね、うん、地域によって違うもん。文字と小倉でも若干違う。違う、やっぱ南区でも違いますよね。八幡になったらまた全然違うし、違いますね。ちょっと筑豊っぽい感じがします。八幡の方まで言うと折尾の方とか言ったらデタンとか言うしさ。ああ、言います言いますデタンはびっくりしました。デタンって何って思ったけど、はい、専門学校に行った時にあの折尾の方のやつがおったらデタンとか。あとひねはびっくりしましたね、僕高校になって。
あ、そうなん。ひねはでも文字の方も言ったよ。いやー、ここらうちは使わなかったですけどね、その育ってきた環境では。高校になって戸端に行ってひねって何それ。あれはね、でも多分ね、一般の人は使わんね。あの暴走族の専門用語みたいな感じ。なんでひねって言うんだよ。ひねくれとるけ。お前がひねくれとるけ。そうなったよね、思いますけどね。あれでも暴走族しか使わないの。そうなんですか。暴走族の連中ひねって言うもんね。それだから僕育ちのいい中学ではなかったんですかね。育ちのいい中学と中学。いや、です。一番最近悪いって言われてる。高校に住んどる人もわざわざ菊川が中学に行きよる人とかもおるのにさ、避けて。あまりにも個人情報すぎましたね。これ入れていいんかな。いや、さすがの下りはどうかと思いますけどね。フィーを入れるのはダメなのかな。そう、ギリギリ入れた方がいいと思います。出身の人から苦情が来るから。行きます。まあでも悪いのもみんな知ってるでしょうかね。俺の頃の文字なんてもう、あのあれやったっけね、全盛期やったっけね、暴走族が。そうなんですか。あの連合っていうのがあって、そこがすごい大きかったみたいで、で俺が高校何年ぐらい、 1,2 年の時に新聞配達しよったんやけど、正月の元旦に新聞配達しよったら3号線に出らんないけんやったんやけど、一旦暴走族が来たんよ。で暴走族が行ってから行こうと思ったら、いつまでだって思うか限れんの。そんな大人数なんですか。うん、まあ大げさやろうけど1000台ぐらい集まっとったって言うけど、まあ何百台は隠すよったね。何百台っていうか500台は絶対おったやろうな。だって何分待ったかな、相当待ったんよ。ずっと暴走族がね、途切れずにね。そんな時代すごいですね。で三段シートとかロケットカウルとか当たり前で、あの竹槍もバイクによ4本こう出とるとか、もう漫画でしか見ないですね。風呂の煙突つけとるやつ持ったよ。前のうちの店の前のオーナーが持ちの人で、元暴走族でしたね。僕の極上だから、梅さん7つ下だったからまた違うと思いますけど、僕の時はもう暴走族なんてそんないなかったですけどね。どん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 減ってますもんね。あのビートかなんかのこのスポイラー的なテールのあれにベニヤ板とかをこう継ぎ足して長くするらしいんよ。ベニヤ板、うん、ベニヤ板っちゃった。あれがこう、うまくできてなかったらビヨンビヨンになるしさ。僕は何が楽しいか分かりませんけどね。下手したら折れるんやろうけど。もう日がないと寒いんですよね。で若干ここの日が大きいおかげでなんかこう暖かいような気がするけ。上さん、僕なんか風上なんで多分その恩恵あまり預かれてないんですよね。煙が来ない分多分熱は多分基本的に風でそっちに行ってる。微妙に暖かいぐらいです。スウェーデントーチも使ってみたいですけどね。スウェーデントーチで料理とかできるんですか。なんか上に夜間乗せてお湯沸かしたりとかしよるの見たことある。あのフライパンやったら乗せられるんじゃないですか。上から崩れたりしないですか。不思議ですね。今度ここに来る時があったら使ってみようか。往復で買えますもんね。1000円やったっけ、細いやつ。そんな太いやついらんやろ。太いやつ2000円やったんや。これぐらいのやつが1000円。焚き火台に乗せれるサイズでしょうからね。1000円のやつだったらギリこれに乗せられそうやったけど、これぐらいの太さやけ、ピタッとはまりそうな感じの。下手したらでも倒れそうやし、ね、そうですね。だけど結局そのチェーンソーでその木を切った人が綺麗かどうかっていうのもあるんでしょうね、うん、底面の。多分でも俺の焚き火台やったらあれ、あでも俺の焚き火台こうなって下がこれぐらいかな、そこが、こっちの方が形がこれやけ、六角形やけ、いいかもしれん。安定が。それかもホームセンターでとか道の、あ何でしたっけ、メタセコイアの森ですかね、ブゼンの。あそこ木とか木材売ってるんで、安い木材買ってノコギリで切れ込み入れるとか、ね、木の質にもよりますよね。
乾燥と状態。スウェーデントーチはこの動画にするときに見栄えが良さそうやなって感じがするね。シャレトンシャーですね。シャレと動画かどうかは別として。おしゃれキャンパーのりょうちゃんはやるべきなよ。今まではバイクやけやれんけど車やったらやれるね。そうかもしれない。最悪そこに炭を継ぎ足してもいいけどなくなってきたら。こっちにもあるだけでも暖かさがちょっと違うだろ。今ここにいるだけでそうだったかいっす。